皆様こんにちは、アクアフォレストトドロキです。今日はブラックファントムテトラをご紹介しようと思います。シックな黒い体色とオスの長く伸びるヒレが見事なお魚です。今ご覧いただいている通り、オスはヒレを広げ合って威嚇します。今回は発色も強く、ヒレの伸びもいいのでかなりおすすめです。ごくごく普通の一般的なお魚ですが、しっかり飼い込むととても美しくなるので、ぜひ飼育してみてください。落ち着いた体色が水草水槽によく似合います。それではこれでブラックファントムテトラのご紹介を終わりたいと思います。ご来店お待ちしております。